皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです、コロナの影響でマスクやアルコール不足っていうのがすごいひどかったと思うんですけど、今でもちょっと解消されてない部分はありますが、私のような車椅子ユーザーはこんな感じでね、車椅子に菌がたくさん付着していて、車椅子も、もっとちゃんと拭いて清潔にしようっていうふうに言われています。なので通常よりね、本当にアルコールを使う回数、個人的にはめちゃくちゃ多くなって、ただアルコールがまず手に入らない、どうしよう、しかも手もカサカサになってくるから、なんかいいのないかなとかっていう風にいろいろ考えてた時に、おすすめされたのがこれですね。この体キレっていう商品です。これアルコールは入ってないんですが、一般の菌とか、あと大腸菌とかが 99.9% 除菌されたっていう結果とかも出ていて、ご飯食べる前とか、アルコール除菌でもいいんですけど、なんかね、口の周りに来るものだから、なんとなくアルコールって嫌だなって思ってたので、これでも拭き取りが必要です。こうシュッシュッてしたら、ハンカチとかでこうやって拭き取ることによって 99.9% 除菌される。ただなんか、ハンカチにね、めちゃくちゃ菌がついちゃうから、ってはちょっと私は思うので、ハンカチとかじゃなくても、こういうお尻拭き、アルコールのないお尻拭きを、いつも私持ち歩いてるので、シュシュってして、こうやって拭き取るっていう風な感じも、しています。で、匂いもね、天然成分が入ってる分、ちょっとこう自然っぽいっていうか、オーガニックみたいな匂いがしますし、アルコールと違ってなんか保湿成分も入ってるので、シュッシュってした後もすごい手がね、なんていうの、もちもちする手が潤ってます。だからこれ使うようになってから、アルコールの手カサカサっていうのもなくなってきたので、すごいいい感じです。ただこれ大きいので持ち歩くの大変だから、持ち歩きはこっちの100均とかのね、シュッシュに入れ替えて持ち歩いてます。で、ホームページとか見るとグラフも出てるし、あと用途ですね。用途を見た時に、手を除菌するだけじゃなくて、天然成分だからこそ褥瘡の手入れとか、あと人工肛門の手入れとか、私とか爆発した時に前はお尻拭きだけで一生懸命拭いてたんだけど、でもそれだけでは菌っていうのは取れないから、なんか嫌だったけど、皮膚だけ、全部だけはアルコールのウェッティとかで拭いてたんですよ。ただデリケートなところは拭けないから、なんかあんまり嫌だなって思ってたけど、これそのデリケートな部分にも使える分、これシュシュして拭いたりして、失敗した時はこれ使ってます。ただ匂いが取れるっていうわけではないかな。で、天然成分の匂いはちょっとつくからごまかせるみたいな感じはあります。で、入院中とかも使えるって書いてあったので、ね、私本当に入院中の時とか、夏入院してたので、もう暑くてすごい、リハビリの時もめちゃくちゃ汗かいてたけど、お風呂は週に2回かな、2回か3回だけか忘れたけど、そんくらいしか入れなくて、ですごい体がベタベタになってました。だからこれを正式してもらう時にこう使ってもらってやるっていうのも一ついいと思いますし、これからスポーツの時期なので、別にそういう障害を持ってる人たちじゃなくてスポーツした後のシュッシュしてタオルで拭くっていうのもめちゃくちゃいいと思います。子供にもね、赤ちゃんにも使えるからすごいいいと思います。で、私もこの動画でお伝えしたように、背中のニキビがすごいんです。で、その原因の多分一つとして、寝返りができなくて汗が背中についたままで綺麗なままじゃないっていう部分が一つ原因にあったと思うんですけど、起きた時に汗拭きシートとかで拭いてたんだけど、手が届かなかったり、あと汗拭きシートの粉みたいなのも多分合ってなくって、なので今は
起きた時にこれ背中にシュッシュしてタオルで拭いてっていうのをやっています。まあ、効果っていうのはねまだまだわからないんですけど、そのベタつきっていうのがなくなるので個人的にはスッキリしてます。項目を見てる中で災害時の備蓄品っていうのもあったんですけど、まあ、確かにそうだなって思ったんですよね。やっぱこれから毎年毎年のように、まあ本当は嫌なんだけど洪水被害とか台風の被害っていうのがあって避難所に避難しなきゃいけない、そうするとお風呂毎日入れない、ご飯食べるときそれこそ今コロナのね影響があるので常に手とか周りをきれいに清潔にしておかなきゃいけない、除菌を常に意識しなきゃいけないっていう時に、これはなんか買った時から3年で開封したら1年以内で使ってくださいっていうのがあったので、本当にこれ一つ避難道具の中に入れることっていうのも大切なんじゃないかな。まあ普段使いするのが一番だと思うんですけど、そういう備蓄品として一つあってもいいのかなっていうふうに思いました。まあ、こんな感じでね、前はアルコールなんていつでもあるだろうとか、アルコールあればどうにかなるだろうって思ってたのが、まあ、今回のコロナの影響でなくなるし、アルコールだけに頼るわけじゃなくて、なんかもっといろんな商品で除菌することとか自分の体を清潔に保つことっていうのが大切なんだなっていうふうに思いました。今回子供はさ、マスクあんまりできない、赤ちゃんとかマスクできないっていうのがいろいろ大変だった分、やっぱこういうね赤ちゃんにも使えるやつって子供にも使えるやつっていいのかなというふうに思います。気になった方はこの商品のホームページ URL とあと商品ページに飛べる URL とかと公式 LINE のやつを概要欄説明欄に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。ではこんな感じで、この動画がいいな役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。